ドイツ製初級滑空機 SG-38 初級、滑空機、またはプライマリーグライダーとは、日本の航空法における滑空機の種別の一つである。滑空機の中で唯一免許や資格、機体の対空証明がなくとも運用できる種別である。航空法においては、滑空機は、動力の有無や特定の飛行方法の可否などによって4種の等級に分類され、 初級滑空機はその中で最も簡素なものである。前述の通り、最大の特徴として、その運用にあたって操縦士、整備士免許などの資格や技術証明が一切必要ないこと、そして他の等級の滑空機と異なり、機体の対空証明も必要ない点が挙げられる。これにより、機体と飛行のための空間さえ揃っていれば、すぐに運用することができるため、 初歩的な飛行訓練や趣味による個人飛行に用いられることが多い。初級滑空機は機体そのものにエンジンやプロペラといった動力装置が搭載されていない。そのため飛行の際にはバンジーコードでパチンコのように機体を打ち出すバンジー栄光という手法が用いられる。この手法は他の飛行機やウインチといった外的な動力を必要としないため、 初級滑空機の運用が容易である理由の一つとなっている。初級滑空機はそのシンプルな構造や手軽な運用方法から日本においても国内各地で幅広く運用されていた。特に1940年代においては軍用機のパイロットを育成する目的で全国の学校や訓練所に文部省、四季一型や木二十四などの機種が支給され、 中等学校では正式な科目として滑空訓練が行われており、学生の大半が滑空機の操縦経験を持っているほどに普及していた。しかし、太平洋戦争の終戦に伴い GHQ による航空開発の全面禁止指令を受け国内の機体の大多数が失われ、1980年代以降は国内における日常的運用はほとんど行われなくなった。 ありがとうございます。